本日2024年、9月21日、有野児童館の前なんですが、神戸市北区有野中町、こちらはまあ、雨だったかどうか、とまあ、こういうふうな公園なんですが、こちらの、多分紹介の山水線だと思うんですが、まあ、昔もこれ、工事して、一回付け取り外して、ここ最近、月ほど前に工事が始まって、また取り付けられていると。取って外して取って外してをずっと繰り返していると。で、まあ、北建設さんだと思うんですけども、エネルギーの残存量問題をメインに考えて、この、岡場前の、ロータリーのところも水道局が発注してるような形で工事を行われてますけども、まあ、その動画は他の動画で見てもらったらわかると思うんですけども、本当に何度も何度も同じ工事を繰り返しています。で、それがその、水道管だけじゃなくて、バスのロータリーの、バス停自体とか、歩道だとか、そういったところも、ごっそりとこう、工事したりとかして、非常に無駄が多いです。